どうもボビーアートレザーのボビーです今日はですね一、えー、月七日七草外遊の日ですね百二十八回目のライブ配信となりますね、えー、今日のテーマはこっちか川の話ウミガメの川の魅力ですね、それについて えー、お話をさせていただければなと思いますそれではですねえー、画面がちょっと待ってくださいね今配信中かな、えー、ちょっと見てみますねえー、あスマホが新しくなりました昨日からでちょっと待ってください、ね、これ今あのパソコンの画面が知らん間に切り替わってましてえー <laughs> こんにちはね、えー、しらさんありがとうございます。えー、今日はですね、えー、ね、希少なウミガメの川ということでですね、えー、いっぱい写真を先まであげてました。えー、これね、ウミガメの川ですよ。ね、綺、え、麗、ー、でしょ。ねえー、っとですねもう20年そこらですね。 えー、日本にはあこれ入ってきてきいなんですよね、うん、あのワシントン条約って言ってですね、えー、まあまあ,あの、まあ、取れすぎたとかあ、ね、その要はもうあの乱獲なのかあまあそういういろんな理由でですね、えー、まあ,あのこれまでいろいろ日本に入っていたレーザーがですね今は国内に、まあ、残ってたらラッキーっていう感じで。 えまあ別荘とかでもそうですよね僕もあのギター弾くんで、えー、別荘の,のピックとかね、えー、たまに見ますけどね、えー、昔はよく買いましたねあまあまあな値段しましたね今多分元するんでしょうね <laughs> まあ今は別荘風なセルロイドのを使ってますけどまあそんな感じで、えー、ね希少なあーレーザーとなりましたけどねたまたま運が良かったんでしょうね、えー、手に 入ることができまして、えー、それでですね、えー、まあブログにアップしたわけですよそしたらあのー、なんていうんですか、えー、なんかやっ,ぱやっぱりこう探してはる方がいてるんでしょうねその例えばあ高級時計とかね あののベルトみたいなのとか、ね、ですねやっぱりこうウミガメで作ってるものとかがやっぱ当時はたくさんあったと思いますね、えー、くあの高級な革靴とかまあその辺でしょうねえっ、ー、とねこんな感じですね革時代はうん、ね、今現物はここにあります、えー、これどんな形かというとですねな,なんかあるでしょうあの <laughs> イメージとちゃうやんって感じでしょう <laughs> ウミガメというか丸っこいようなねそういうイメージがあると思うんですけどもこれはですねえまあこういう開いたようなまあこっからこの辺から上ですかねここ甲羅があってね胸ので背中の甲羅があってその前足っていうかそからあの,顎のここのねここら辺ぐらいまでをカットしてですねそれをなめしてレザーに仕上げるというかね まあ現物がここにありますね。あこのこういうたまたままだ残ってる在庫のもう貴重なものなんですけどもね。これ今黒のウミガメの皮ですね。まあ大きさもまあ個体によっては生き物なんでえ全然違うんですけども。見えますかね。見えるかな。 なんかこういうふうにしたらあの画面が固まるので1、えー、回閉じますねでしょこれで、えー、もう1回、えー、画面が復活するかな、えー、あ、復活しましたねまああのーまあ、黒の革であとはまあブラウンブラウンが今ここにありますねブラウンがたまたままた手に入ったんで、えー、もう奇跡,奇跡ですよ <laughs> あのー あのいつでも潤沢にあるものではないですけどね、まあ、いろいろなあ事情があって、えー、なんかこうね僕の元に来たっていうかねラッキーですよ。まあこ,まあ、こういうちょっとあの、ね、チョコレート色みたいなこう茶色とかだったらこう風合いが分かりやすいですねなんか白線みたいですね、あのー、こういう感じですね、まあまあ、まっすぐの顔じゃないですねちょっとほらあの分かりますこう っっくとと膨ららんでるでるしょふっくらとあのここがあの前足のところでですねえっ、ー、とまあこんなところこの辺この辺と思ってださいこんな感じ <laughs> 分からへんけどまあそんな感じですよねこういう感じででこの辺が顎の下ですねこの辺がまた歩が柄がね すだいたい大きさのこ,もう,こういう感じで、ねまああのー、なんとも言えない、えー、風合いのね硬、えー、さもねちょっとあのこういうえー、っとねこういうところかなこういうところはちょっと硬い感じかなけど、まあ、まあこういうところがですね大体、えー、僕は好きですね。 でやっぱりこうこうランダムに入ってるのかなと思ったらそうでもなくてここだけね一個だけほらここ分かりますこの指のところこう僕が丸くしているところねこういう同じところにあるんですよこういう一個だけこうなんかあの柄がフ,フっていうんですかねそれがねあの非常にすてきな、うん、これももうほんまになかったんですけどね。うん 運よくう手に入りましたもう希少ですよ。でまあまあ何て言うんですかせっかくあるからっていろいろ作るのもいいんでしょうけどもやっぱりね、えー、限られたあものじゃないですか数もそうですし、えー、でやっぱり何て言うんですか希少なものなのでせっかくやったらこうね やっぱりそれを求めているう方にですね届けたいじゃないですかほんの少しでも、うん、それで、えー、ね自分の私物では <laughs> 一切まだ持ってません <laughs> えっとそれで、えー、まあブログにまあこのねレザーのーねこのウミガメのレザーのことをですね、えー、掲載しましたらですね、えー、やっぱりこう初めてそれを ご覧いいただいてそのブログ記事をご覧いただいたお客様からですねあのやっぱり時計ベルト時計のベルトをず,あのず,ずっと探していて、えー、ウミガメの時計のベルトをずっと探していてでまああの自分のねあの持ってる時計がの,、えー、のベルトの革がです、ねえーまあ、付け替えてしまって。 そうそう付け替えたいということで、まあ、それで探してらしたみたいででですね、えー、いろいろ何本かあ時計ベルトをですね、えー、制作させていただきました、ねえーまあ、そういうお,さお探しの、ね、困った方のねみんなこう届いたらあやっぱ嬉しいですねあこれはさっきの、ねえー、ディティールの部分ですねあの こういうところはですねさすがにこうベルトには向いてませんね、うん、で、あのー、ここはですね、あのー、こ,こういうところなんでね、えー、やっぱこうレーダーにしてもこうふっくらしてるんですけどね、まあ、だけどここが好きやっていう方も多いですしねえなんかカメって感じがするじゃないですかそれでえー、っとですねこの場所ねここ,この顎のところへんですよ

光沢のねかかったようなあ仕上げのものが多いのでまあたまたまでしょうけどもこう品のある風合いのねレーザーが多いんであとですねこ,のこういうこういうねこういうところのこの面をですね生かしてですねこっち見て。 こういういカーブしたところをねを生かしてこれはコインケースですねコインケースを作らせていただきましたまあ小さいものなんですけども全面にまあまあ使っているのであのほぼほぼ何て言うんですかウミガメを。 使ってますんで非常に贅沢なカ <laughs> ーコモでしたね。うん、もう表面のねこのだけじゃなく <laughs>、うん、まあ中はあの一部分はまあウマも使ってますけども、えー、後ろのまあ裏のポケットもですね全部ウミガメで、うん、あの製作させていただきました。このふ自然の膨らみがたまりませんね。 あとはですね次はあ、次に作らせてもらったのがですねこれはまあ,あの自分で言って、えー、ちょうど大きめの面があったのでギリギリ、えー、長財布がボビー・アート・レザーのオリジナルのね財布の中で長財布が取れるだけのサイズがあったんでね、えー、もうこれ一つだけでしたね、えー、と作れたのはあとはどうしても大きさが足らない。 でこれを作った時はですねえー、こっちこっちかなこうした方がいいかなこれを作った時にはですねやっぱり、えー、こうかっこよかったですねあの全面美しいで,すでこう天然のねカーブがどうしても <laughs> 出ますんでね、まあ、こういう、うん、真四角なもんですけど、まあ、ちょっと膨らみが <laughs> あるというか非常に作るのは難しかったです <laughs>。それはそうですよね 四角いものでなおかつこうねえ局面があるのでですねえまあそれをきちっと合わすのはね至難の技でしたけどねまあ先ほどこれもねあのこれまあネットショップでねウェブショップであのなんですか掲載させてもらったよあの まあ,まあ、まあギリギリの、ね、僕もまあギリギリの価格ぐらいで抑えて <laughs> 出させてもらったんですけどもやっぱ速攻で速攻でしたね、うんあのー、今ね大切に、えー、ラッキーアイテムとしてですねラッ、えー、大切に、えー、使っていただいているかなと思いますあこ,こちらはですね、えー、2つ折りのねハーフウォレットハーフウォレットですね やっぱりこれハーフボレットぐらいでしたらまあまあギリいけるかなって感じですね。うんまあ、これも美しかったです、ねうん、でまあどうしてもそれでも、まあ、これも、ね、あの実際に、えー、アトリエでね、えー、お越しいただいた方があの一目惚れしてくれて、えー、嫁入りということで「うん綺麗やわやっぱり綺麗やわ」って「すごいわこれ」って言ってね。うん あの目を輝かせて、えーね、お買い求めていただきましたね。女性の方でしたちなみにね。うん、今も元気にされてるかなと思います。あ,あそれでですねこうこ次はですねえあ,あちょっと待ってくださいね。これかな。これはあのロ,ロングねレットですね。長財布ですねで、まあ、あの打ち合わせにに、えー、お客さんが、ね、来られた時に あのー、まあ最初は違う長財布をの作っていただきたいということであの普通の違う素材のねでそういうお話をしててたまたまあ僕がですね、えー、このね亀の皮をですね <laughs>、あのー、ぶら下げぶら下げてったんですよねこのあの壁にこうぶら下げてたわけですよ。うん、でその絵を見てですね あのー、すごくいいですねってウミガメって <laughs> なんかいいですねとかになってでまあ、あのー、ただまあ、えー、一面取れるサイズがどうしても取れないの,取れないので、えーまあ、ボビア・トレザーはどちらかというとこうねパッチワークとかこうね、えー、パッチワークをするのが得意なブランドですんでね。 うん、まあまあ多分もうこれ自信ありますねこの <laughs> もちろん、えー。それでですね、えー、まあそういうパーツをつなぎ合わせて、えー、でもいいですかということであぜひぜひということでですね、えー、作らせていた,だきいただきました。でこれはですねやっぱりその普段見れない箇所っていうか一枚ものではどうしても。 ひょあの例えば、うん、まあまあこういうね、えー、ものでしたらこの辺をこうカットして使うわけですよ。だけどもこういう面とかが良かったりするわけですよね。あの普段あの目に触れることの少ないちょっと負の柄が違うような。 そういうところもですね、えーまあ、いろいろこう組み合わせながらですねでまあ、えー、一枚の長財布をですね、えー、作らせていただき,いただきましたまああの先ほどのね黒いウォ、えー、レットかなちょっと待ってくださいよあ,るかなあこれかねえー、これと比べるとですね、えー 難易度があっって正直高かったですうんあの難しかったですねこれは何かどういうふうにしたらこう四角くなるかなとかねうんやっぱ他の内側の内装部分の兼ね合いもありますし <laughs> ずれたらねあかんのでねこればっかりは。でもともとがずれてる形のもんなんでね <laughs> まあ,あのすごく気に入っていただきましたね。はい で次にね、えー、作らせて頂い,いたのがあーハーフレットのちょっと小型版を作ってもらいたいことですね、まあ、これは全部うかがり縫いで、えーえーねえー、ダ,ダブルステッチングかなこの,こ,のこういう,う写真のと通りのかがり縫いですねこれもカンガルーの皮で、えー、かかったんですけども、えー、ちょっとおちっちゃめの財布で、えーまあ、ポケットにねパッとあのスッとポケットに入れたいということで。で あのまあ、ウミガメの皮自体もですねもうそんなに残ってないのでそのキャメルの色がねたまたま、えー、のあのもうないので「どうしますか?」って言ったらやっぱりちょうど、ね、あの長財さっきの長財布をです、ね、制作してた時にお見え,お見えになったのでそれを見た時に「うわっ!」と思ったらしいんですよね。やややっっぱぱりりすごくいいん現物で ね、目の前でものを見たらやっぱりその伝わってくれたというかもともとはですね革ジャンを見に <laughs> いらっしゃるんですけどね全然そういうあれもなくてあのフラッとこうグ、えーグルで近所の革、まあ、ジャンというのを調べた時に、えー、ボビア・トレーザーがもちろんねこの辺大阪でしたらボビア・トレーザーはあの上の方に上がってきますんで。で それでええー、いただいてであの起こしていただいたんですけどもねそれでええー、まあ接見をさせていただいてうんまあこれもね、えー、思い出に残るう一品になりましたね、うん、キャメルはね人気なんでしょうねあのー、なんか分かるような気もしますし、うん、あとやっぱり時代なんでしょうかね マスクですよ、うん、やっぱりレザーマスクがあもね、えー、もう2020年、えーね、からずっとこういうことですねもうスタンダードになってるじゃないですかマスクすることが外でねまあその中で、えー、まあ何ん,んですかウミガメでも作っていただければなということで、えー、それであのオーダーいただきましてね。 まあすごい楽しかったです、ねまあ、これもですね何て言うんですかどうしてもパッチワークみたいにしないとね一面でも作れないことはないんですけども、うん、一,一枚丸々潰してしまう方はあの非常にあのハイプライスになりますしね、うん、であの、まあ、そ,れそれでもね、えー、やっぱりこう柄のいいところとか美味しいところ要は、うん、ね 見所満載なディティールのものをですねバッドボリスという形でですねバッドボリスマスクということで制作させていただきました2020年をね語るのには外せないアイテムになったような気がしますであそれとですねやっぱりこういう これはまあ、えー、モバイルケースですかね、うん、スマートフォンとかを,をスッとね収納して持ち運べるようなものを作っていただきたいということで、えー、リクエストいただいてですねでやっぱその柄のこのね亀の特有の大きい柄のね、えー、一番おいしいところですよ。ね 美味しいしところですねこういうおいしいところを一番,一番贅沢なところをですねカットしてですねで作らせていただきましたね。こ、うん、これはねねかっこいいです、ねうんあのー、作らせていただいてデザインもねさせていただいて、うん、多分今頃いい感じに育ってるんじゃないですかね、うんあのー、雰囲気がね、うん、そんな気がします。 どれも、ね、思い出に残る一品ばっかりでしたね。うん、あとあそう最近は昨日配信させていただいたあのシャークシャークのー、ね、キャスケットの内側にですね、えー、それもこのキャメルのですね <laughs> 一番いいところですねそれも三日月型の形なんでね、えー、すごく加工が大変でしたけどもね加工とかまあ,こうまあまあ,あの楽,楽な工程は一つもないんですけど、うん、あの思い出に残る、えー、作品のねディティールになりました。ねこうちらっとしか見えないんですけどねこ,ここの内,内側なんでね そういうところにやっぱりこういうんていうんですかリッチな素材を使われるのは非常にねセンスのいいというか大人っぽいというかうんなんかツーなあのどのアイテムもですねえ思い出に残るものばっかりでしたけどもねやっぱりえっとウミガメのこの。 このねレーザーの特徴っていうかやっぱりこうもうそれを活かすこともできたようなそんな気がしますやっぱりあのー、限られたねもう本当に限られたあ素材っていうか資産なんでね本当にねこれをね、えー、一人でも多くの方にっていうか大切にしていただける方にですね。 えー精神えー、気持ちを込めてですね熱い気持ちで、えー、この皮をですね使ったレザーアイテムをですね、えー、お届けしたいなと思いますそういえば今話しながら思い出しましたウミガメのものをちょっと使った私物ありますわちょっと待ってくださいよこれ,これ多分これウミガメかな うん、もうあのワニかもしれませんけどね、うん、こ,これもねウミガメっぽいようなひょっとしたらこれあこれワニかもしれませんねクロコダイルかもしれませんねでっかいね、うん、これはですね今,今僕はベープをね、えー、入れてるんですけどねベープちょっと待ってベープあーあのこういうねベープをですねポンと中に、えー、収納してね、えー 腰からぶらぶ下げれるんですけどもともとはですね、えー、当時小学生だった息子の,のポケモンカードをね、えー、ポケモンカードを持ってですねなんか遊びに友達のとこ遊びに行ってたんでね、えーパンの僕ここにポケ,ポケモンカードをね入れて遊びに行ってましたね、うん、そのために、えー、当時あの <laughs> 作ってあげましたね <laughs> そうそうそうまあまあこういう話はどうでもいいんですけど。うん でまあもう息子も成長してねもう大人になったんでえ僕はまあ過去の資産をね使ってるお風呂を使ってる感じですかねもう10年以上ですねまあたまたまこ,のこういうね水晶も息子が中で拾ってきたんでしょうねあのどっかのお店で見つけたかそれを埋め込んであげてねこれはもう僕も一生ものとしてねだん使ってますね。これは,これは やっぱり神じゃなくてこのこれを見たらこの画像で見たらわかるなんかわかりますけど非常に、えー、希少なというか本当に命をね頂い,いてるっていうかなんていうんですかそれを。 いつ,でもいつまでも使える長く使えるものにえね僕らは作って差し上げるっていうことがあね仕事なんでまあ使命でもありますしねやっぱそれを大,事大切にしていただける方ねき,っとまあきっと大切にしていただけるはずなんでねうんえそういう方とですねえなんか喜びをですね分かち合いながらね僕は。 これからもクリエイトをねさせていただければなと思いますね今日はあ夕方になりましたけどもね、えー、あのー、配信をねご覧いただきありがとうございますねまたあお昼休みになるかどうか,かまあお昼休みになるべく配信できるようにしたいなと思っておりますそれではまた、えー、素敵な 夜をねお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバイ